決勝サイスタに行かせてもらって生で見て、いやもうほぼ満員で、でここで自分もやりたいなってすごい思いました。スタジアム含めて選手、スタッフ、サポーターみんなが一丸となって勝つんだっていう思いとか、そういうところがもう一つになってるっていう感じでした。もちろん出たいっていう思いはありましたけど、まあ出て今の自分に何ができるかって考えて、まあ、当時はまあ自分が出ても何もできないという思いが強かったんで、逆にそこでそういう思いになったからこそ、まあ、もっとやらなきゃいけないっていう思いもありました。で、まあ、その次の年になって、まあ、ACL ではなかったですけど、まあ、ある程度、まあ、レギュラーと言われるような立場で試合にも、多く出場できるようになったので、まあ、出て経験できることも、試合に出て経験できることもありますし、まあ、出れなくてそういう悔しい思いを持ちながら成長できる部分もあるので、まあ、ACL 出場っていうのは、まあ、このクラブは本当毎年するぐらいのところにいなきゃいけないかなと思います。まあ全部成長したというか、まあ、守備でも僕のイメージだと今まで18年、19年ぐらいだとボールを奪いに行って自分のスペースを当てちゃってそこを突かれるっていうことがあったんで、そのなんていうんですかね、バランスを保ちながら出ていっても自分のいたスペースを空けずにボールを奪い切ったりとか、まあ無理だったとしてもそこに戻って相手の攻撃を遅らせたりっていうことができるようになったねっていうのは、まあ、一番大きいところですかね。今年とかは奪い返せるようになったと思いますし、球際の強度とかも、まあ、前の3年間と比べたら、格段に上がってるかなと思います。人のいいところを盗めるのが一番の長所であって、今出てる選手たちが何が良くて使われてるんだっていうのを見てたし、そこから学んでその人の真似をするっていうか、その人のいいところを自分のものにしちゃうって言ったらいいんですかね、っていうところが僕は得意なので、まあ監督が変わって監督のサッカーに合わせて入ってきた選手が今年の中で、まあ、そういった選手たちは結構試合にも使われたし、そういった選手たちから何を盗めるかなっていうので、いろんな人から特にボランチの選手たちには成長させてもらったなと思います。シーズン序盤はなかなか勝てなかったり、まあ、チームを組み立ててる段階だったんでうまくいかないことも多かったですけど、まあ、選手個人個人がその監督こうしたいっていうことを理解し始めて、それがつながった時に、まあ、試合でも勝てるようになりましたし、同じポジションの選手たちの競争が僕はチームのレベルアップにつながったんじゃないかと思っていて、本当に誰が出るか分かんないし、誰が出ても活躍するし、例えばちょっと怪我で離れたらもうすぐポジションを奪われちゃうような、まあ、そういう危機感とか緊張感の中でやってるので、チームとしての底上げの中にその選手たちの本当に競争っていうのがあったのかなって思います。入る時から阿部さんのことは見てましたし、まあ、自分もこういう選手になりたいっていう、まあ、
理想の選手が何人かいるんですけど、阿部さんもその一人で、まあ、背中で見せるというか姿を僕は、まあ、4年間ですけど一緒に、戦って一緒に見てきてるんで、そういうところを繋いでいく責任っていうのも僕はあると思ってるので、阿部さんのようにはなれないですけど、そういうタイプの中で自分の形を作っていきたいなと思ってます。まあ絶対的なリーダーになりたいっていうか、まあならなきゃいけないと思ってるんで、まあある意味今年いなくなる選手たち、チームになってきたいなくなる選手たちの背中を見てきたので、そういうのを知っている僕とか関根とかそういう選手たちがチームを引っ張っていかなきゃいけないですし、知っている選手たちがそれをつないでいくっていうのは、まあ、ある意味責任だと思うので、そこのなんて使命というか絶対的な存在、絶対的なリーダーになるって言われているような気がします。野心とかそういうのはここに秘めてるものは誰でも分けてないと思ってるんで、それはまあタカも多分持ってると思いますけど、それは多分一番俺が持ってるんで、そこをまあ出すか出さないかって人がありますけど、まあそれなかったら多分ここまで掘れてないと思う。まあこの先ももっと成長していくためにも、まあ、そこを持ってるな前提としてそれを出していくっていうことも自分が成長していくためにはすごい大事かなと思います。だからそういうタカの気持ちとかを出すっていうところはすごい尊重してますし、自分には持ってないものなんで、そういったところも見習いながら一緒にチームを引っ張っていきたいなと思ってます。それは、まあ、運命的な部分も感じるところありますけど、まあ、ACL に出たいって思いをみんな持ってますし、そこで自分たちの力を発揮したいっていうところを含めて、誰々がいなくなったから誰々がいればなっていうのはもう言い訳にしかならないので、来シーズンのために、今年亡くなる選手たちのために天皇杯を取って、ACL につなげるっていうところは、まあ、個人としてもそうですけど、チームとして、クラブとして、とても重要なことなんじゃないかなと思います。まあ、日本を代表するクラブだからなんじゃないかなっていうのが一番思います。それは、あの熱狂的なファンサポーター見ても思いますし、日本にはこれだけすごいクラブがあるんだぞっていうのをアジアとか世界に証明していかなきゃいけないじゃないクラブなんじゃないかなっていうのが、アジア ACL に出て浦和レッズが示していかなきゃいけないなと思って。